皆さんこんにちは。東京音楽大学の篠辺誠希です。私がクラリネットを始めたのは中学校1年、中学の吹奏楽部からです。で、当時はまだまだマウスピースもリードもなんか先輩から譲られたというか、なんかどこのメーカーかよくわからないようなのがついてました。中学3年の時に音楽高校目指すことに決めて、N教の先生に、当時は三島勝介先生でしたけど、習い始めて初めてバンドレンの存在を知りました。で、バンドレンのリードをその頃からずっと使って、でずっと使ってたんですけど、私はドイツの音に憧れて一時ドイツにずっと長いこと行ってたので、ドイツのリードで吹いてたんですけど、また日本へ戻ってきて、ドイツにいる頃からバンドレンもドイツモデルを作り始めたので使ってました。で、日本に戻ってからマウスピースが私の大学時代よりも相当いろんな種類が出て進歩してて、とってもいいマウスピースが出てきて、でその頃からもうずっと日本に帰国してからはずっとバンドレンを愛用してます。中3で音楽高校音楽科を目指した、その頃もうね、私はね決めたんです、クラリネット吹きになるって。で、中3の時に三島先生、当時 N 響でトップ吹いておられた先生から、これバンドレンの使えって言われて吹き始めたら、おこれは全然音がしっかり安定していい音が鳴るっていうのがまず第一印象、今覚えてます。で、マウスピースもバンドレンの 5RV ですね、その当時まだ 5RV ライアとかなくて、 5RV はとっても音をこう均一に鳴らすのにとっても優れてた覚えがあります。それで受験して合格してっていう感じでした。それでずっと音高時代もずっと 5RV とか使ってバンドレンのリードでずっと吹いて、でどうしてもだんだん私はウィンの音に憧れが強くなってきて、で大学時代はいろいろ試行錯誤の時代で、当時はそうセルマーの楽器ずっと吹いてて、それにドイツのマウスピースをつけて吹いたり、いろいろ試しました。それで結局ドイツへ行っちゃったんですで帰国して、帰国してからまたもう二十数年経ってましたから、帰国して、そしたらもうバンドレもマウスピースの種類が増えて、おこんなドイツっぽい音も出るんだみたいなことがありまして、それでまた帰ってきてからはずっとバンドレン使ってます。それで現在M30 に出会ってからM30V12 の三半のリードでほとんど私のレコードを作りました。それで M30 に出会ってから、まずフランスでもどこ の国でもそうでしょうけど、とってもやっぱり美しい人のこう耳をこう引きつけるピアニッシモが出せるっていうことが、とっても私の中では重要な要素の一つになってます。で、それを実現してくれたのが M30 のマウスピースで、それでV12 の3半のリード、3番だとちょっと薄いんです。で3半か4番で3半がほとんどですけど、
その思ってる音が出たので、それでいっぱい本当にクラリネットの重要ないいレパートリーを CD 作らさせていただきました。ブラックダイモンドが出るよって聞いたのは、実はベルギーのゲントにコンクールの審査員で行った時にパンフレットが出回って、あ、まだ知らないマウスピースだって言って、そこへブースに来ていたバンドリーの方とか質問して試して、いや、これはまだその時試せなかったのかな、だけど今度出るモデルだよって言って、で出てすぐ試しに行って、そしたらM30 のリードで同じリードで吹けるんですよね、ブラックダイヤモンド。それでいて M30 よりもちょっとダークなサウンドが出るんです。でそれは私にとってもとっても重要なことなんですけど、 M30 はとってもいいマウスピースで、すごいいいピアニッシモを出せて発音もしやすく使えるんですけど、時々ああもうちょっと暗めのサウンドになればいいなと思う時があったんですね。これはあれだ、 M30 の延長上にあるいいサウンドの出るマウスピースだっていうふうに判断して、まあ今両方こうチェンジで使いますけど、 M30 の方がちょっと明るめな感じです。両方同じリードで吹けるっていうのがとてもいいです。学生に勧める場合はやっぱり人様々で、歯の上下の歯の関係っていうのは様々ですよね。だからそれによって微妙にもうちょっと開きがあった方がいい人にはもう B40、B40 ライアー進めますし、生徒たちももうずっと B40 ライアーできてるからそのまま行きますとか、いろいろ様々です。だから一概にこの人もうこれだけ使えとは私は絶対言わないです。でも雑音が多くてピアニッシモがうまく出せない生徒には、じゃあちょっとブラックダイヤモンドを試してみたらとは言います。そうすると大抵変えちゃう、うまくいって変えちゃう生徒も結構います。やはりマウスピースなんでこんないろんな種類があるかっていうと、やっぱりさっき言ったように人それぞれだと思います。息の量も違うと思います。パワーも違うと思います。それでだけどクラリネットみんながこうクラリネット聞いて、ああこのクラリネットいい音だな、これは素晴らしいなとか思うクラリネットにはやっぱりある種の要素っていうのがあると思うんですね。そのさっき言ったように、例えばモーツァルトの協奏曲を例に挙げれば、二楽章の再現部のピアニッシモが本当に綺麗に出るピアニッシモか出せるかとか、あとウェバーの協奏曲の2番の冒頭のフォルティシモのマルカートのすごいフォルティシモとか、ああいうのが本当に息いっぱい入れても音の質が壊れないでしっかりしたフォルティシモが出せるマウスピースリードか、そういうこういろんな基準があると思うんですよね。だからそれをしっかりこう満たせる、自分にとって満たせるマウスピースをじっくり選んでいくっていうのが大事だと思います。でマウスピースを選ぶ段になって、もちろんもう自分でしっかり判断できるっていう自信のある方はもちろんね、お一人で選べばいいんですけど、それでもお友達と行ってちょっと聞いてもらったり、その人にも吹いてもらったり、なんか聞いてもらった方がいいと思います。よく楽器屋さんで選んで、わこれすごくいいって言って購入して
で家持って帰ったらやっぱりこの部分がうまくいかないっていうのはよく聞く話なんですね。で大抵そういう時はやっぱり一人で判断しちゃう場合が多いかもしれないです。だから私も時間の許す限り生徒を選ぶ時は一緒に行って聞いてあげるようにはしています。で大体うまくいってると思います。